はい、今回からですね、とっとこハム太郎3ラブラブ大冒険でっちをやっていきたいと思います。この間コメントでこのゲーム面白いですよというコメントいただきまして、せっかくならやりたいなということで、ハム太郎のゲームはなんかね、ゲームボーイカラーかあれはのやつをなんかね、人がやってるのは見たことがある、なんか友達がねやってるのは見たことがあって、これね、名前を決めるだけ、はい、イエーチュ、そう、ヤーノンってなんかね、ハム語っていうのはね、なんか聞いたことはあるのよ、そういうこと、今のは。ちょっと可愛くない、このハート串刺しにしてるやつ。待って、可愛いハム太郎今の。かわいい。ああ、待って、大将くん。懐かしい。おい、ハム太郎、ちょっと頼み事があるんだけど。かわいい、ちょっと。どうしたんだ、ハム太郎。ひどい顔してるぜ。ん？悪い夢を見た？悪魔の格好をしたハムに追いかけられたって。そりゃ妙な夢だな。ん？怖かっただって？いや、悪い悪い。でもよ、意外と正夢だったりしてなんてな。ところで頼みたいことがあるんだ。とりあえず下で話そうぜ。え、これってさ、みんな出てくる？私、好きな子いたのよ。あ、すごい、ちゃんと走れる。かわいい走ってる姿。待って、名前、トラハムちゃん？トラハムちゃん、あ、寝てるくん！最悪。かわいそう。無語辞書とか言ったよ。大事な辞書がずぶ濡れだ。あ、ハム語が消えちゃう。え、消えるの？ハム語っていう、あれは、学士。まあ、やっちまったもんはしょうがねえな。こうなったら一から覚えるしかねえな。実はリボンちゃんを呼んできてもらおうと思ってんだけど、その前にハム語の基本だけでもおさらいしねえとな。よっしゃ、ついてきな。なんかね、このゲーム、あなたってなんか4か5ぐらいまで出てるでしょ？なんか2も一応今持ってるの。2からやった方がよかったかな。まずは基本の中の基本、ハムハ。ハムハはわかるよ、私でも。うん。ハムハー。かわいい。よし、じゃあ次だな。すごいわね、物理技ね。そうそう、こんな風になんか落ちてくることがあるもんな。そんじゃ次、くんかくんか。え、かわいい。あ、くんかくんかすることによって拾えるのね。理解した。くんかくんか。かわいい。そうそう、匂いで安全確認して拾うんだよな。そんじゃ次、ハム太郎なんて私が本当に小学生ぐらいの時がピークだったというか、モグチュ。あ、なるほどね。そう、今大将くんにめっちゃかけてたけど、何ラブポットって。なんかわけわかんないも出てきたな。ま、いろいろこんな感じで出てくるから、こういう場所ではモグチュだよな。これで基本は OK だな。理解した。寝てるくんしかいないの、今は。とりあえず基本の4つをハム、4つのハム語をさえ使えればなんとかなるさ。他にも消えなかったハム語もあるしな。よし、これでリボンちゃんを呼んで来られるな。俺様？
実はさ、まだこの新築ハウスが完成してねえから離れられねえんだよ。ハム語だって覚えてきてほしいしな。悪いけど頼むな、ハム太郎。ここは新ハムハウスなんだ。とっとこ山しか行けないんだ今。え、かわいい。かわいくない？なんか何もかもが。え？あ、奥行けるんだ、すごい。あ、リボンちゃん。どうしたらそうなるの？え？何これ、神ゲーの予感しかしないんだけど。くんかくんか。まず可愛いっていう時点でさ、いいよね。え、こっち行けるよ、でも。何？待ってよ。アタッチ。え？アタッチじゃないの？これは。え？ツッツンって何？誰？テレランって何？これ新しいハム語なのね。これ恥ずかしいって意味なんだ。なるほどね。え、かわいい。テレランを覚えた。コウシ君はそういえばどこ行ったの？コウシ君欲しいんだけど。泣いとるよ、リボンちゃん。もうほっとく？え、どうすんのこれ。ハムハーじゃない？ねえ、待って。は？モグッチュ。え、今のフーっていうのかわいい。でもこれどうしようもないよね。当たってってそっち側にしかできないんだ。こっちからどうした、大丈夫そう、ハムハ。あ、かわいいって挨拶してる場合じゃないのよ。私らは今あのひまわりから一気に種をいただく方法を考えてるとこなのよ。そうそう、いちいち何回もアタッチするなんておバカのすることですもんね。すごいかわいい。え、なんかドットが素晴らしいでん。ねえ。え、一気にいただく方法？あ、そう、登れるの？ハム太郎さんさ、ちょっと、あれだね、スペック高いね、やっぱ。伊達にね、主人公じゃないね。私はね、トラハムちゃんが好きだったんだけど、当時。でもそれよりもね、ミニハムズが好きで。待って、コウシ君やん。見てください、僕、ジャジャハムちゃんに嫌われちゃったんです。ジャジャハムちゃん、ちょっと待って、思い出そう。頑張ろう、ちょっと、ジャジャハムちゃん。お話ししてたら突然怒り出してどっか行っちゃったんです。僕、何が何だか分かんなくて。ベソ球。あ、泣くのがベソ球ね。え、これコウシ君だよね。私、コウシ君だと思ってるけど。でも種持ってるから、こぼしくんよね。かわいい。あ、いっか、ほっとこ。あ、待って、ここにもなんかいる。ツッツン。気持ち悪っ。何？え、めっちゃキモかったんだけど。何これ。モグチュ。あら、え、お店とかあるんだ。ハムハ、いらっしゃい、マチ。え、ブティックだって。あと30着衣装を買えまし、あ、限界があるんだ、衣装に。あ、しかも、ひまわりの種で買えるの？へぇ。
待って、これ色ってさ、ごめんなさい、違うわ。色はどうやって変えるの？あ、変えれたわ。え、スカーフ欲しくない？スカーフだけ買っちゃう。イエッチヤーノン。あ、すごい、ゲーム終わる。え、待って、これ持ち物かな。持ち物、え持ち物にない。え、どういうこと？宝石？違うのよ。あ、かわいい。え、待って、さっき買ったスカーフはどこに行ってしまったの？え、ないよね。でもスカーフ、よし、買ったよ今。まあいっか、あれかな、ハウスに戻ってからしかダメなの。ストップストップ、どうした？ちょっとあなた、すごいビビッドな色してるわね、あなた。ご自分が何をしているのかお分かり？分かりません？へっけ？ハンカチよ、ハンカチ。私のハンカチにノルルンしてるのよ。あら、すごい、見て、ハム太郎さん強いよって、相手が怒ってんの無視してね。今辞書書いてるんだもん。でも強い、さすがだよね。ちょっといつまで踏んでんの？あらら、全く失礼しちゃうわ。でも今の子ちょっと好き。ああいうタイプの子好き。うわ、なんかいる。はい。ね、このカエル何なの？めっちゃキモいんだけど。ここで、モグチュー。で、この世界線のお金ってひまわり種なんだね。ちょっとこれはコンスタントに集めていかないと。あれ何？人？え、マジカエル、ちょっとよくわかんないけど。これ何？怖い。アタッチュ。え？そういうことしちゃいけないんだな。僕は学校でそう習ったんだな。何よ。じゃあ、モグチュ。あ、違う、間違えたわ。モグチュする意味ない。ハムハー。静かにしてほしいんだな。僕はどんぐり集めで忙しいんだな。そんなとこにどんぐりある？なんか、変ね。誰？あんちゃん。おかえり、あんちゃん。僕っちにすごく待ってたんだよ。あんちゃんじゃない。誰だお前。こっちが聞きたいわ、それは。誰ってあんたを。僕っちはあんちゃんが帰ってくるのを待ってるんだ。だから偽物には用がないんだぞ。なにこの人。キョロリンってのがあるよ。え、かわいい。え？え、空飛べるのかと思った。なんかおる。何あの子。あの、ハテナだからできないのかな。これ。リボンちゃんとこ全然、え？待って、こ、え？嘘。リボンちゃんのことはもうほっとく？もうしょうがないんじゃない？だってさ、今のところ覚えたアクションではさ、リボンちゃんのとこには多分行け。誰？久しぶり。で、君誰？ん？ハム太郎くんか。これからよろしく。独特ね、あんた。当たれないもんね、でもここね。そう、何回でも拾えるんだ。優しい。お金には困んなそうね、この世界。え、で、どうしたらいいの？リボンちゃん？ちょっと反応してほしいな、リボンちゃん。
だろう。ここでさ、モグチュできないの？できないもんね。どうしたらいいんだろう。ハムハクンカクンカ。ダメだ。ちょっと、まさかのね、こんな出だしで私、積むとは思ってなかったんだけど。今、言うほど積んでないけど、アタッチュ。あ、こういうことね。一個ずつ取るのはちょっとだるいわってことね。でもあんな下向いてるひまわりある一個。一個。しょぼいわ、あんたたちこれ。別に取る努力しなくていいんじゃない？あ、何？いや、ほほーい。へけ？どこからかハムスターの声が聞こえる。ヤッホホーイ。ヤッホーってことよね。こっちだ、こっち。よ、やっと気がついたな。すごいね、そんな声。届くの。ヤッホーだよね。え、違った。呼ぶって意味だった。別にヤッホーではないのね、じゃあ。そっちの山はどうだ？こっちはあれだ。いい眺めだぞ。こっちはあんまわかんない。じゃあまた。でもいい子そうね。コウシ君、ちょっと泣いてないで助けてくれ。新聞！またあなた？ご自分が何をしてるのかわかりません。うるさいな。新聞よ。だから置いとくからいけないでしょ。こんなところに新聞を。最悪。暴力的ね。ちょっと気をつけてよね。ちょっと、大丈夫あの子なんか。ヒステリー、ちょっとヒステリーだよね。そんなヒステリーガールは置いといて。ここってさ、さっきそっちへ行ってしまったから、出ちゃったわけじゃん。あ、行けるじゃん、下。そういうこと？どうした？ハメ太郎さん、どうしました？突然今、決め顔してらっしゃったけど。あ、あ？ちょっと？あんた誰？あ、はいはい、ハム、最悪。なんかだるそう。今、忙しいんだけど。いや、何が忙しいのかだけ教えて、もう攻撃するよ、そういうこと言うと、ほんと。もうすんだよ。いや、忙しいのはいいからさ、ちょっと。そうなんだよ。弟がなくし物しちゃってさ、いや、そんな話は聞いてないけどね。探してたとこ、白鳥のさ、そうじゃなくて、リボンをつけた女の子を探してるって？そういえば、岩の向こうから女の子の泣き声がするんだけど、もしかして、でもあの岩じゃ、たとえカシカシでも壊れそうにないね。壊せるの？かじる。いや、岩かじるってもう限界があるよね、だってね。岩の向こうに行くには別の道を見つけた方がいいみたいだよ。別の道あった？これ？あ、そういうこと！なるほどね。でもこれ止まるの？大丈夫？ハム太郎さん？ジャンプジャンプ、ハム太郎さん、ジャンプよ。ハム太郎さん。動かすには乾電池が必要のようだ。乾電池？あ、乾電池？これ？もう拾えないんだよな。多分これ、でもこれでかすぎん？乾電池にしても。え？大将くんにちょっとさ、相談に行こうよ。大将くん？すごい、もう、まさかこんなね、
誰あんた誰届け物があれば手から手真心を込めてお届けするでち。いい子ね大将くん。そうだリボンちゃんは見つかったか。山に行くって言ってたんだけどな。あ、ダメだ。こっちで対処しろって出てきた。くそ。かわいいね、てるくん。何か用。何覚えたの？スカピー寝る。かわいい。え、そんなことしてる場合じゃないのよ。どこの話を聞きたいの？やめる。鍵がかかってて入れない。これ乾電池じゃない違うな、ペンだよな。電池ないのこの辺に。全部やっぱ山で解決できる問題なのかな。ここでこんなに積む人いる積むっていうかこんなに悩む人いるのかな。ちょっと不安になるわ。なんか泣いてるもんね。そうね。これさ、かじれない。かじれないんだ。あんたたちちょっと電池ないね。電池やほほいうるせえって言われそう。お、何よ、そんな大声出して脅かさないでよね。で、あんた何上に乗ってんのよ。降りなさい。それで取ればいいじゃん。上に乗る？そうよ、それだわ。グルマーニ。へぇ。一人だけどね。あら、何よ、あんた。私たちのハム語覚えようとしたの？無駄よ、無駄。このハム語はね、見ての通り2匹でないとできないのよ。そう、覚えたかったらどっかからパートナーを連れてらっしゃい。あしからず。そう、あんたばっか食べてないで、私にも。何この二人、カオス。まあでもよかったね。こんな感じでなんか対処法があったりするのかな。モグッチュ、アタッチュ、あ、もう攻撃したろ。ほら、何するんですか。ひどいです。ダメだったわ。これ、服屋、これは何？いや、何これ。紐ですのよ。いいじゃない、紐ぐらいも踏んだってね、別に。すごいわね。うおぉ、すごい回転力。ああ。ケツかわいい。何、差し上げます。あ、どうもありがとう。ちょ、投げないでよ。暴力的ね。ふん。油断も隙もあったもんじゃないわ。ふん。え、この縄を多分どっかで使うんだろうね。アタッチ。おお、どんぐり。わかった。これさ、あれじゃない？さっきなんかどんぐり求めてる系、男子かわかんないけど、女子かわかんないけど、いたよね。そういうことじゃない？ちょっとあんた？静かにしてほしいんだな。どんぐり持ってるんだけど。アタッチ。もう論外、この人ダメね。この人ちょっと話通じないから無視する。ここは関係ないよね、多分。ここじゃない？キョロリン。ジャジャハムちゃんがいる。どうしたらいいの？ジャジャハムちゃんを落とすには。アタッチ。
おお。いや、1個しか取れんのか。ハムハン？無視されてる。で、ここでもないってこと？ここはださっき来たところでしょ？ハムハン？と、女の子には見つかった？僕の方まだ見つかんないよ。はぁ、あ。キョロリン。ダメだね。彼ちょっと。電池どこにあるんだろう。まさかの電池を探すゲームになってきたんだよ。ちょっとどうしようね。実はここじゃない。ハムハー。ヤンちゃんじゃないんですよ。これさ、キョロリンしてみたら？鳥がいたね。てか食べられちゃうよね、そんな大きい鳥いたら。実はこのカエルたちがさ、このカエルは関係ないの？ただのカエル？またハンカチになってこれ一周したことになるね、多分ね。なるほど。ここ服屋でしょ、だって。服屋にさすがに売ってないでしょ。ここは？ややほほーい。そういえば、どんぐりは好きか？普通。どんぐりはな、その辺の木にそのあれだ、アタッチをしたりしても見つかるらしいぞ。素敵な情報どうもありがとう。そうな。そこはちょっともうなんかカオスだから。泣いてる。乾電池ってこれ違うの？それ乾電池じゃんね。もうこの子しかいない最後の希望。あそこのボートを運転したいと思わない？イエーチ。でしょ？でも動かないんだよね。僕思うにボートのくぼみに何かをポチッとすればいいんじゃないかな。あ、なるほど。ちゃんとやっぱりあれだね。喋るって大事ね、キャラクターとね。これでさ、何？なんだあれ。ポチッと。あれ何？どうやって撮んのあれ。やほほい。誰？いや、僕はカメハム。ハムスターの苦手な水だってへっちゃら。だって甲羅があるから。甲羅？ちょうどいいところに来てくれたよ。ちょっとやってほしいことがあるんだ。甲羅に何か変なものがくっついちゃったんだ。オフルン。してくれ。オフルンしてくれよ。何オフルンしてくれよって。外す？ああ、そういうことね。なるほど。理解した。じゃあ僕は踏ん張ってるからよろしく。オフラン。あ、本当に凍らせようってたんだ。ああ、助かった。ありがとうね。どこへ何がついてたのかな。斬新よね。何かと思ったら、おまるか。そんなのつく普通。面白いから持って帰ろう。
そういえば君ハム太郎くんでしょ。僕は最近地下ハウスで写真館を開いたんだ。大将から君のことは聞いたよ。これからもよろしくね。それじゃあ僕は地下ハウスへ戻るよ。じゃあね。いい子ね。いい子だけど電池は？あ、オフルン？なるほどね。すごいよくできてるこのゲーム。さすが任天堂が、これ任天堂が作ったんだよね確かね。ただけあるよね。これで乗れるんじゃない？わあ、動く動く。バイバイ。楽しい。あんまり、リボンちゃんと遊んではいけないの分かってるよ。分かったけど、ブーン。あ、これは怖い。行こう行こう。さすがに良くない。もう帰れないかと思ったのでちは、こう、で、探し物をしてたらいきなりどっかりな岩が落ちてきたのでちは、もし下にいたら考えることを、考えないことにするでちは、そうだね。死んでたかもしれないね。これは何？大きい。おー、なるほど。え、すごい！かわいい今の。もう怖い思いはこりごりでちは。これからはハム太郎くんと一緒にいるのでちは。かわいい。ところで何か用でしたの？え、大将くんが呼んでる？でもまだ帰れないんでちゅの。実は孔子くんがジャジャハムちゃんに嫌われたと思い込んで、とっても落ち込んでまちゅの。わけを聞こうとジャジャハムちゃんにお話ししようと、しようにも高いところにいて話せないんでちゅの。そうでちゅわ。ハム太郎くんがいれば。あれで話せまちゅわ。戻る前に何とかしてあげてほしいのでちゅわ。だいたいわかった。あれでしょ。え、そう、かわいい。待って、こっち降りれるの？ここもちょっと降りとこうよ。種が落ちてるぐらい？なんかある。なにこれ。ハムハーではないよね。くんかくんか。石ころ。いる？石ころ。これは何？渡れたりするのかと思ったけど、そういうことではないのね。なるほど。じゃあどうしようかな。ちょっとジャジャハムちゃんって多分あれだよね。さっき言った二人組からさ、二人でできる技というか、ハム語を覚えてからが多分本番だよね。これってセーブはいつでもできる。え、セーブってのはちょっと、これ一旦戻ろう。リンゴちゃんじゃないわ。なんで今リボンちゃんのことリンゴちゃんって。あ、じゃあ、ハムちゃんを探すのでちは。あらららら。だって、これ、セーブってどうなんの？ゲーム終わる。ちょっと怖いなぁ。あ、すごい。でも一旦ちょっとゲーム終わる押してみるか。今後のためにもね。ゲーム終わる？ヤーノン、イエッチュ、イエッチュ。え、セーブしてくれてる？大丈夫？え？で、これ、セーブされなかったら笑うよね。あ、ちゃんと続きからになってる。あ、着せ替えってあるよ。被り物はないのよ。着るもの。あ、かわいい。イエッチュ。はい。ということでですね、今回からまあ、ぼちぼちね、マイペースにやっていこうと思います。いや、もう、ただただ可愛いから、もうそれだけで私は癒される。うん。はい。ということで、今回これで終わりたいと思います。バイバイ。